えー、それではですね。時間になりましたので、セッション d を始めたいと思います。よろしくお願いいたします。えー、皆様ですね。あの事前にあのワークショップに参加してください。というあの酷なお願いにもかかわらず、の多くの方がご参加いただき、本当にありがとうございました。あの今日はですね。まあ、そういった経験も活かしながら、あの是非皆さんとですね。リアル。 リアルタイムこのリアルで集まることの意義ですとか、あとそのそれと対比した上でそのオンラインでできることということを皆様と一緒にですね探っていきたいなというふうに思っております。まあ、そこで今回のタイトルはまあ、ワークショップオンラインワークショップの工夫と題してはいるんですが、リアルのことも考えていこうかなというふうに思っています。よろしくお願いします。あとですね、あの途中で質問などありましたらもうご自由にあの手を挙げていただいて、もう声を出していただいて構いませんのでよろしくお願いします。よろしいでしょうか。 あの簡単にまあこのスライド何度も <laughs> 見たよという方がほとんどかもしれないんですがあの念のため私の自己紹介をしておきますとあのインタラクティブティーチングにも出演しておりましてあの頃は実は大学院生だったんですが今はコマバキャンパス本学のコマバキャンパスにまあ移動しまして特任助教としてですねあの学内でまあ教育力向上の取り組みまさにそのファカルティーデベロップメントですねファカルティーデベロップメント <laughs> 言いにくいんですが <laughs> ファカルティーデベロップメントに従事しております。 教職員に対してワークショップしたりですとかあとその1対1で教員の方と授業を作ったりというような授業相談などしておりますあと今後ですねホームページをあ信刷新したんですねなので今後はそのホームページも公開されますしあとそのアクティブラーニングの手法を実践的に取り入れられている方にインタビューしてですねまあそれの実践のまあ良かったところ 難しかったところという情報もです、ね、まとめた冊子も発行するので、もしご興味があればあのホームページもアップしますし、あの必要であればあの送付いたしますので、あのお気軽にご連絡ください。よろししいでしょうかあとメールアドレスもありますので、何か疑問があればこちらに連絡していただければと思います。あの今回のですね このセッションの目的目標なんですがあのここにも書いてあるりありオンラインワークショップ長いので OWS と略させていただきますがオンラインワークショップを深く理解するという目的で,ですねあの進めていきたいと思います。まず具体的な目標としてはですねそのオンラインワークショップの基本的な知識 というものを基本的な情報を説明できるようになっていただきたいということとオンラインワークショップのメリットデメリットを挙げることができるようになってほしいということですね。あの最後の部分をあのこれまでのオンラインワークショップを踏まえて変えようかなとも思っているんですが前までは,、まあ、これはあの資料締め切りが早かったので暫定的に決めているという、まあ、ちょっと内部事情もあるんですがあのオンラインワークショップでやりたいことですとか、まあ、その実現方法を考えてもらうのもいいかなとは思ったんですがあのオンラインワークショップをやるに従ってです、ね、やはりオンラインでできること オンラインでしかできないことですとか、逆にリアルでしかできないことということを深めた方が、もしかすると皆様のためになるかなと思ったので、またあの実際にです、ね、このワークに入る前に皆さんに少しあのご意見を伺いたいので、まあ、その流れに合わせてです、ね、まあ、ここのワークショップ、ここ3つ目に関しては少し変わるかもしれませんということで、よろしいでしょうか。 まず、ですねあの今回何をしていただきたいかというとですねあのこの今回の流れをお伝えしますと、まあ、オンラインワークショップに関する基本的な情報をお伝えしますとで。その上でこのオンラインワークショップに関する検討をしていただきたいなというふうに考えております。であのやはりですねこれから90分、まあ、85分ほどかもしれないですがあのこのメンバーでやっていきますので少し自己紹介を。 していいいたただきたいなと思いますでもほとんどの方がオンラインワークショップ参加されてるので <laughs> あのネタがかぶってしまうかもしれないんですが、まあ、あの最近笑ったことですとか、まあ、最近あったいいことをあのお伝えいただければと。 ご所属とお名前、もしよろしければお願いしますということと、あの先ほどお話しあったハンドルネーム、<laughs> もしハンドルネームも <laughs> 公開していいのであれば、ハンドルネームも <laughs> あのご共有いただければなと、であの1人1分で進めていきます、であの私がまあ1分経ちましたとお伝えするので、あの1分話していたら、その次の方にまあ回してくださいということですね。 で、実際にですね。あの早めに終わってしまったら、まあ次に進んでいただいて構え、次の方に進んでいただいても構いません。で、そのもし時間が余ってしまったら、まあ最近の悩みです。とか、まあ、あのこれまで受けてどうだったかというような感想ですね。共有していただければと思います。よろしいでしょうか？どうしましょう。私に最も近い人から自己紹介を始めていただきたいですが、よろしいですか？で、その方から時計回りで進んでいきたいと思います。よろしいでしょうか？よろしいでしょうか？ それではですね、少し今考える時間があったと思うので、今から時間を計ってですね、一人一分ほどで自己紹介をしていっていただきたいと思います。今の初めの方から時計回りでお願いします。ではお願いいたします。 はいいいいあありりがととうござまますすでは最後拍手で終わた思ちっちゃなことではあるんですがなぜ拍手をするかというと拍手をするとですね喋らなくなるんですよね。っていうのもあって実はあの拍手ですとかもしくはあの手を挙げる、まあ、聞いたことある方もいらっしゃるかもしれないですが私が手を挙げたのを見たら手を挙げてくださいというのを皆さんにお願いすると大人数の教室でもですね静かになります。 あの意外と拍手だとうるさいのであのなんですが手を挙げるだけだと静かになるのであのそれを使うときもありますという <laughs> まあこれは今回は少人数なのであまり必要ないんですがそういったちょっとティップスも <laughs> 少しずつお伝えしながらであの今回の,その本題にあということで今回のこのメンバーでやっていきたいと思いますのでよろししくお願いますよろしくお願いします。 あの今回はですね、このオンラインワークショップということで、まず基本的な情報について、えー、お話ししたいなと思っています。あの、もう皆様、実際に受けられていたとは思うんですが、まああの、終了したかは別としてというところがあると思うんですが、あの、MOOC ですね、マッシブオープンオンラインコース。 あのこれは基本的にオンラインであの公開されている授業でして、講座でして、まあ、あの得点を超えると、まあ、修了証が発行されるような仕組みになっています。まあ、なので、今、こういったオンラインの学びというものは出てきているわけですね。まあ、有名なところですと、まあ、皆様ご存知なの学校だと思いますが、まあ、世界的に有名なプラットフォームもございまして、それはコーセラですとか、エデックスと、あもう皆さん、うんうんと首を振っていただいてますね、というものもございます。 あと、これをご存知の方は少ないかもしれないんですが、MOOC に対応してですね、SPOC というものも近頃ですね、あの言われてまして、まあ、まさにここに書いてある通りなんですが、スモールプライベートオンラインコース。オンラインコースは同じなんですね。で、何が違うかというと、MOOC はマッシブオープンでしたよね。なので、大規模にオープンだったのに対して、スモールにプライベート。だ小規模で非公開。 こうすることによって、まあ、その学習環境を整えるというような、まあ、効果もあるということで、まあ、あの例えばハーバードはですね、こうハーバード X というものをシステム作って、ですねそのスポックとしても使える、まあ、MOOC としても実は使えたりするんですけど、スポックとしても使えるように作ってたりで、使ってたりですとか、あと UC バークレーってカリフォルニア側にある、まあ、有名な大学なんですが、そちらもですね、UC バークレー X というものを作って、ですねあのスポックという形で、実際にこれを本当に授業に取り入れられている方もいらっしゃるみたいです。 なでこういった流れも実はあるんですね。基本的にまあオンラインで学んで、スポックの使われ方は反転授業ですね。なのでオンラインで学んで、リアルの場で、あのいわゆるアクティブラーニングをするという形ですね。であのここで少しこ,のこれまでのオンライン学習の現状を振り返りたいんですが、まああのまあ、書いてしまってはいるんですが、基本的に一方向ですよね。動画を見る。かつ、1人で学習という形じゃないですか。まああの 一方テストという意味ではある意味フィードバックがあるので、疑似的な双方向ではあるんですが、基本的には一方向だと思います。でそこで皆様に少しだけ今、まあ、メリット、デメリットを考えていただければと思うんですが、まあ、の簡単に考えていただくだけで構いません。なので、今、目が当った <laughs> メリットとしては何が当たりそうですか、えっと、自分のペースで学習ができる、あそうですね、そうですね、うん、ありがとうございます。 好きな時間好きな場所であーそうですねできるすありがとうございますペースもそうですし好きな時間好きなどこでも受けられるというのも一つのポイントかもしれませんデメリットデメリットいかがですか、はい、い,いつの間にかやめてしまったり、ね、<laughs> そうですね午前中のセッションでもありましたがやはり終了率が低いんですよねあの基本的に一割いったらいい方という <laughs> まあ恐ろしい数字なんですがもう一点あるとすると何かありますかあ意見交換ができない やりづらい意見交換しにくいディスカッションボードがあったとしても、まあ、こうある意味インタラクティブティーチングはかなり活用されていたとは思うんですがそれでも全員があの使っているわけではないのでディスカッションボードそういう意味では確かにその双方向のやり取りというのはしにくいというのが、まあ、簡単に私が考えたものなんですがこれ最後にですねあの私の考えた内容に関してはですね皆さんにご共有する予定なのであの別途印刷していただいたので。 後ほど、あのこれをお配りするんですがあ、ごめんなさい、これは書いてないです。<laughs> すみません、これは入ってなかったので、あのもしよろしければ、まあ、書いて、まあ、でも先ほどお伝えしてくださったものですね、まあ、自分のペースで学習できますし、まあ、いつでもどこでも受けられるというのはやはりメリットかなと思います。であと、まあ、もう本当にすべて、すべて言われましたね、<laughs> 驚くぐらいすべて言われましたが、あのモチベーション維持しにくいと、やはり1人でやるから、あ実際に今、終了された方、インタラクティブティーチング終了された方、どれぐらいあ あ半分はでも、半分以上ですね、7割ほどは <laughs>、すいません、あの手を挙げない人は少し <laughs> 心が痛い <laughs> かもしれないですが <laughs>、すいません、晒し者みたいな形 <laughs> になってしまって、申し訳ないですけど、でもやはりですね、モチベーション続かないわけですよ。まあ、今、皆様は本当7割ほどで、かなり特殊といいますか、一般的には3%か10%と言われているので、やはりモチベーションが続かないんですね。 あと共同学習というのは学習効果を高めるためにも有効であるという研究結果は本当に多く出されてはいるんですが現状ではうまくその共同というものがオンラインでは組み入れられていないというところで私としてはですねやはりこのオンラインも双方向ということができるんじゃないかと思いいろいろと活動させていただいているということですね。実はオンラインの学習のシステムはいくつかあるんです。 あの有名どころで言いますとあの、日本だとあまり有名ではないんですが、アドビコネクト、あのいわゆるアドビ、あのフォトショップですとか、イラストレーターを作っているところも、こういうソフトウェアといいますか、システムを作ってまして、これはかなり幅広く実は使われていて、あのスタンフォードの大学の実は高校があるんですけど、でその高校って全部オンラインなんですよ。でその高校では、アドビコネクトが使われていると言ってましたね。あと、本当にいろいろな教育機関で使われてたりします。 あと今回、皆さんに試していただいた一部の方かもしれませんが Zoom というものも使われていて基本的にオンライン会議システムなんですね。実は会議システムというのがベースだったんですが学習にも使えるということで使われていると。今、日本であるものとしては学活というものもありまして学庫さんですね学校さんが提供されている学活というものもあれば私が今開発しているランウィズというものもできてきたという状況でございますと。 であの今回、Zoom とラン n w i t h を使っていただいたので、まあ、その2点に関してもう少しお話ししようかなと思うんですがあの全く Zoom の回し物ではないんですがあのお伝えするとです Zoom、ね、はあの使っていただいた方は分かるかもしれませんがこういった形でですね1画面に全員の参加者の顔が見られるようなものになっていますあのこの機能が面白いなと思うんですがブレイクアウトセッション機能というものがございまして 分会例えばここに20、まあ、どうしましょう、18人いたとします。18人いたものをその3人ずつのグループに分けるということが、実はすぐできるんですねで。こういったブレイクアウトセッションというものがあると、グループワークなどもできるといえばできます。まあ、それはまた後ほど詳しく皆さんとディスカッションしたいところなんですが、そういう分科会もできます。あとですね、まあ、無料のアカウントだとうまあ、い設定をしているなとは思うんですが、40分まで。 無料なんです。う <laughs> まいですよね、設定としては。<laughs> 1時間話したいしというところをまあ狙ってるんだとは思うんですがで、あと50人まで対応なんですね。で、一方、最安の有料アカウント、年、確か100ドルだったと思うんですが、は、はい、あどうぞどうぞ、150ドルですか、今。あ そううだったんですすねあ,ありがとうございます確か自分があの契約したときはそれぐらいだったと思うんですが、もしかしたら需要が <laughs> 高まって <laughs>、もう少し強気の価格設定でいけると思ったのかもしれません。でまあ、それが録画されるとどうなのかという <laughs> 話もあるんですが <laughs>、すみません、まあ。ということで、まあ、あのホームページをご覧ください。なので、値段は書いてないというのはそういった意味なんですけど <laughs> あの、50人まで対応ということなんですね。であのまあ、こういいったシステムもございますと であのー、また詳しく後ほどご紹介しようと思うんですが、まあ、私としてはちょっと Zoom ではあのできない部分もあるなというのを Zoom を使っていて思いまして、まあ、それであれば作ってしまおうと実はもともと理系のバックグラウンドがございましてあの栗田先生が最初は栗田さんかおっしゃってましたけどあの今ファカルティデベロップメントを専門にする人はその専門のコースがないんですねなので外から来るしかないんですが実はその東京大学のフューチャーファカルティプログラム と呼ばれるプログラム実は私終了してましてそのプログラムに非常に感化されましてこの道に変えたいとお伝えして実は大幅なキャリアチェンジをしたんですがでもそのバックグラウンドは完全に理系でかつプログラミングなどもしてたんですね。といったところもあって実はこういうものを開発しようと思ったんですが今のところですねまあ,あの分かりやすくメイン画面とそのグループ画面という2つの画面を持っていてでメイン画面では基本的に講師と参加者の相互作用。 でグループ画面ではグループ、えー、その参加者同士の相互作用を生み出すようなものを考えています。で実はですね、設計上、本当に大人数にも対応できるようなものになっているというのも特徴の一つです。なので、本当に実は1000人ぐらいもあのカバーできたりするんですよね。でまあ、具体的に見ると、こういったようなメイン画面とグループ画面になってまして、まあ、メイン画面はですね、 まあ講師映像があってまああのシステムトラブルがあったらここに書いてもらったり内容に関する質問があればここに書いてもらうリアルタイムアンケートという形で私が聞きたいことをすぐにあの聞くというようなこともできたりしますでグループ同士のグループ画面に関してはグループ会話があってまあグループのテキストチャットがあってあのみんなで同じドキュメントを操作できるスペースがあったりしますこういったものをですね使うとあのインタラクティブ参加者同士もある程度インタラクティブにあの でできるとということですねで皆様には、まあ、あの実はそう事前にやはり受けていただきたいなと思ったので、頑張って5回 <laughs> 実施しました。ということで1回1、えっと、1回、2回は同じ内容でシステムを変えて、で3回、4回は中身も違うんですが、まあ、テーマは同じ模擬授業の検討でシステムを変えて、でまあ昨日はき、まあ、今日に向けてというような形で進めましたということですね。アークスを学ぶに参加された方、どのぐらいいらっしゃいますか。あ,ありがとうございます せっかくですので簡単にどういった内容であったかを共有していただければ思いどういったワークショップでしたこのまあ忘れてしまったら忘れてしまったらいいんですけどいいんですけどどういうはいはい,はいこのオンラインワークショップがどういう内容でしたまあテーマはアークスを学ぶというものだったんですがあのー、多分うんアークスを使って自分の事業を振り返ったり 改それをグループで共有してさらに深めるという内容だったと思います。いまさにおっしゃってくださった通りであの学習意欲に関係するモデルであるアークスモデルを皆さんにお伝えしてです、ねまあ、それをベースに、まあ、授業改善をしていただいたというような模擬授業の検討に出られた方はどのくらいいらっしゃいますかせっかくなので <laughs> すみませんまた、はい、もしよろしければどういった内容を、はい、え1は文系の勧誘という説明のうなで、ね、具体的をやりまして2日目は科学熱で六分どちらもリアルセッションで行った6分間授業の2回目を改善するという形でございましたあ,ありがとうございます6分間の模擬授業をですね皆さんに見ていただいてそれの検討をするというような会を実はオンラインでやりました でおっしゃってくださった通り、文系と理系という形で、まあ、そのテーマを変えてあのやりましたということですね。で最後は、まあ昨日やったものなんですが、まああの今日何を学びたいのかということをですね明確にしていただくために、1時間ほど、えー、1時間とちょっとになりましたが、ランウィズを使ってやったということですね。これが簡単な振り返りです。振り返りですよろししいでしょうかであのここからはもう早くもですね皆さんと議論をしていきたいなと思ってるんですが、あのここまでで何か質問などありますか あればあぜひぜひ今 Zoom は無料と有料のコースで世の中に提供されてるんですけど <laughs> LANWITH の今後についてはどん,ど,んどんなありがとうございますあの最終的には皆さんにもぜひ使っていただけるようにしたいなと思っていますで今あ,のある意味テスト段階ではあるのであの操作がかなり難しいんですね なのでもう少しヒューマンパワーが欲しいんですがそういうプログラマーがついてくれればすぐにでもまあ皆さんに使ってもらえるような形で提供できるとは思いますでも少し ICT のスキルが必要になると思いますやはり受けるよりもあの運営する方うが、まあ、それもまた後ほどお話ししたいと思うんですがやはり運営する方がですが、ね、スキル求められるのであのそういったところはです、ね、あの提供者側になるときには難しいポイントになるかなと思います そ,うそれも含めて、今日ぜひ皆さんとですねディスカッションしたいなと思うんですが、そういったところで、ぜひ今のような質問でもいいですし、いかがですかよろしいですかね、よろしいですかあの適宜聞いていただいても構いませんので,で、早速なんですが、早速なんですが、皆さんにですね、ワークをしていただきたいんですね。 で何をしていただきたいかというとあの参加された方は実際に、まあ、参加したものが何だったかということに加えて、まあ、感想ですねどうだったかという、まあ、あのざっくり感想を書いていただければとで参加経験がなければあの私のワークショップでなくても他のオンラインのワークショップ参加されてたらあのその参加の感想を書いていただいても構いませんでもあのそういった経験もないということであれば、まあ、オンラインワークショップに対する自分の持っている印象というのをぜひ書き出していただければなと思っています でその上で、また後ほどグループで共有したいなと思っていてで、その後全体で共有しようかなというふうに思っています。あの実際にですね、メモ用の空間がありますので、まあ、そちらに書き出していただければと思いますが、よろしいですか、よろしいですか、よろしいですかね、ぜひ皆様のですね、受けた感想、持っている感想、印象をですね、書いていただければと思います。タイマーは後ほど前に出しますね。よろしいでしょうか。 ではまずお一人でですね感想ですとか印象を書き出していただければと思いますではお願いしますはいありがとうございますあの途中でも構いません 途中でも構わないのでぜひですね今書き出した内容を共有していただいて、まあ、さらに発展していただければそれで全く構いません、まあ、あの時間は基本的に5分とりますが、まあ、あの必要に応じて長くしようかなとも思います、まあ、今のところまず5分でやってみたいと思いますよろしいでしょうかどううししましょう先ほど最後に話した方から今度は逆時計回りで <laughs> あのバックする感じですねで進めていただければと思いますよろしいでしょうか、えー、では今から共有お願いします <music> それではですねそろそろ全体共有したいと思いますがもう少し時間欲しいところってありますか大丈夫あ、もう少し分かりましたあと1分ほど追加したいと思いますよろしいでしょうか それではですね、そろそろ全体共有に入りたいと思います。よろしいでしょうか。よろしいでしょうか。あ、り、がとうございます。どうして、ここ、では、もしよろしければ、ここで話した内容で。あの、印象に残ったこと、じゃあ、全体共有に入りたいと思います。はい。はい。えっと。 まずあの、まあ、私はあの参加してないので参加,してあの参加してない立場で皆さんの参加経験を聞いたんですけどもやはり参加された方の,あのいろいろ集約しますとやはり物理的時間的な制約をまあ クリアできるというかも,う世界どこにいてもできるともしよろしければ参加されてなかったときの、はい、そもそもその持っていた印象をお伝えいただけると逆に多くの方参加されてしまっているので<あ>あのその視点が欠けるのでもしよろしければまずあのご自身の印象をお伝えいただけますか。あ<れ>参加してない立場でいいですか。やはりあの参加す,する印象としてはですねやはりあのまあ 私イメージとしてはまあやっぱり昔のテレビ電話みたいなものをパッと浮かぶぐらいなんですけどねやったことがないもんでですからやっぱり本当に1対1がせいぜいぐらいのイメージしかないわけですよあ<ー>だけど,どまあやっぱりあのこれだけあのいろいろシステムが発達すると、まあ、やはりそのコミュニケーションが事前に取れてで顔,と名前あ顔と声ですねやっぱりこれが映るというのはすごい私にとって大きいなと思ったんですね。はいあの、はい ええ、それあとは、まあ、あのそのじ事前にやはり課題を与えたりとか質問も、まあ、例えば講師の先生ではなくてあの参加している者同士で教え合うようなことも可能でしょうしあのそういう点はあのいいと思いました。であのちょっとまあ少し懸念する点としてはやっぱりハード面とかネットの接続とかですね やっぱりトラブルが起こっても不思議じゃないだろうなというのはあります。はい、以上です。そうですね。はい。そうハード面に関してはやはり難しい部分がありまして、あと最近わかるわかったのはそのネットワークがですね少し細いとあつまり通信量をあまり出せない環境ですとあの動画が止まったりですとか、まあそうすると完全に学習が進まなくなってしまうので、そうなんですよ。そのハードの問題も実はあるんですよね。 でまあ、あのこの後にも少しは関わるんですがそういったハード面もあのオンラインワークショップの場合あの普通のリアルの場とな違う点はやはり技術が絡んでくるというところなんですねでもそこは技術によってもしかするとあの越えられる壁かも,しれないですもう少し具体的に言うと例えば今動画を使ってますが例えばスライドショーにしてしまう画像にしてしまう であのタイミングを私がま押すとその方の画像が変わるというぐらいですと通信量が例えば減るのでもしかするとじゃ次私が作ろうかなと思ってるのはそネットワークがちょっと弱い人のために簡易版といいますか軽量版を開発するというのも多くの人に使ってもらう上では重要だなとも思っていますありがとうございますありがとうございますもう一方ほどあせっかくなので話したいという方がいればぜひあ <laughs> いっぱい <laughs> あじゃあぜひぜひ はいえっと我々の班は大きく2つの話があって、はい、1>, 1つがシステムに関する話と、あと場の関する話がありましたと、はい、システムの話に関してはこう、うラ n w i ズとかだと1000人規模の対応ができて、こうしっかりとその緊急な事態が起こった時にも対応するような体制ができてたので、そこはすごく良かったなと。 裏にそこはしっかりとスタッフとか体制ができてるからこそ実現できたのでそこをこう実践に運用する時にちょっと一つ懸念材料かなっていう話が一つとあと場に関する話で言うとこ,う、まああのー、これまでのものと違っていろんな文章がこう共有できたりとか画面でいろんなたくさんの人の顔が見れたりとかするのでそこはしっかりあの話しやすい環境にあるっていう一方でやっぱりその 画面を通してなので、こういったその身振り手振りっていう非言語コミュニケーションが取りにくいっていうので。細かいニュアンスを伝えるときには、結構辛いんじゃないかなっていうのも、一つあの話題として上がってました。はい、ありがとうございます。ますおっし,しゃる通りですね。あの、まずその身振り手振りが、やはり。このリアルの感じと、やはりオンライン違いますよね。顔が見えてたとしても、やはりまだちょっとしたニュアンスですとか。そういった部分が伝わりにくいというのは、本当に。 あると思いますであと最初におっしゃってくださったそのスタッフが必要と、まあ、やはりあの特にランウィズの場合ですと実は何回も改良させていただいてですねあ,のああいう緊急掲示板があった方がいいということをです、ね、あの経験値として得てですね、まあ、ああいうものが作られたんですがあのそこのやはり対応するスタッフと言いましても実は栗田さんなんですが <laughs> ひどい話なんですが。<laughs> お願いしますということで <laughs> 出演していただいているにもかかわらずあのこう打っていただいてるで最初あのミュートにされてなかったのですごいキーボードの音がドドドドってで私が急にミュートするっていう <laughs> あのひどいこともあったんですがやはりそうなんですよねやはり緊急対応って非常に実はオンラインワークショップ重要でそれに対する対応する必要があるそうするとある程度スタッフが必要になるというのもポイントに なるかと思います。いや、ありがとうございます。あの、この流れでも次のワークにも進めるかなと思ったんですが、あの。今、お話しいただいたの、かなり、あの、メリットデメリットの話が出てきたと思うんですよね。あの、今後を考える上で、やはり。 参加者としてのそれはデメリット、メリットなのか、提供者としてのメリット、デメリットなのかを、まあ、整理していただいた方がいいかなと思ってまして、あの最初、一人で書き出していただこうかなと思ったんですが、今お話ししてくださった内容がかなりそこに近いので、もう最初から皆さん、ぜひグループで、ですねこれは提供者側のメリットだよねですとか、そういう分類をしていただければと思います。で実ははここういいいっっったポストトイットあのあそこににない <laughs> ちょっと待てててくださいねあの横に配備ししおりまして これあじゃあせっかくなので私が実はこれでかいポストイットなんですねでかい <laughs> ありがとうございますすみませんでかいポストイットになってましてであのここにですねあのいろいろ貼っていただきます貼っていただけますし実はあのうまくやるとこれ自立するんですねまあ、今回まだ自立はさせなくてもいいんですがこのポストイットの上にですねぜひ付箋を使ってなので今横にですね今これから何をしていただきたいかというとやはり 参加者側のメリットデメリットなのか、提供者側のメリットデメリットなのかというフレームで考えてほしいんですね。で、こういったまあ,ある意味4つのセルをですね、ああ大きく書いていただいて、書いていただいて、ここにですね、それぞれ付箋で、皆さん書かれたことがありますよね、書かれたことを付箋に例えば、1つの付箋に1つのメリットやデメリットですね、書いていただいて、ああペタペタと貼っていただいて、さらに、 ディスカッションを深めていいただければと思いますあの時間が余ったらですねあのデメリット上がると思うんですね、それをじゃあどう対応できるかというところまで考えていただければと思います。よろしいでしょうか。よろしいでしょうか。なので、もう最初からグループでのワークでいいかなと思ってるんですが、まあ、皆さん今考えたものをですねあのメリ参加者のメリットなのか、デメリットなのか、提供者側のメリットなのか、デメリットなのかという形でですね考えていただければと思います。よろしいでしょうか。 8分ほど時間を取ろうかなと思いますが、まあ,あの状況に応じて時間は変更したいと思います。よろしいですか？質問ありますか？大丈夫ですかね？はい、では、えー、グループワークしてみてください。お願いします。<laughs> そそろそろですね、ぜひグループで、えー、それぞれが出したものを共有していただければとどうしますかねあのこのメリットの方がでかいだろうということでその領域領域で最も重要視するべきもの を、あの、グループで話し合っていただければなと思います。まあ、ただ、あの、共有するだけだと、あの、そこで終わってしまって、い,いくつもあって <laughs> おしまいとなってしまうんですが、やはりここは抑えておかなきゃいけないよねという部分は絶対あるはずなので、あの、優先度をもしよければ、あの、グループでもディスカッションしてみてください。よろしいですか？よろしいですか？では、お願いします。 それではそろそろ全体で共有しようかなと思いますがいかがですか。もう少し時間欲しいところあります。もう少し欲しいですね <laughs>。わかりました。あと一分半一 <laughs> 分半追加したいと。 <noise> そろそろ全体共有に入ってみますかね。よろしいですかね。よろしいですかね。そあごめんなさい。それではですね、全体共有に入りたいと思いますが、まあせっかく4グループあるので、1個1個。 聞いていこうかなと思います。どうしよう、二つずつ聞いていこうかな。じゃあこのグループ参加者の今あのこれからそのグループでここ重要だよねというものを共有していただきたいんですが、参加者のメリットとしては何がそこでしょう？これですかね。あのパワーポイントとかグーグルドキュメントでのあの。 ぐあの議論がすぐに共有できるっていうメリットがあります。ああなるほどなるほど。その Google ドキュメントがあると、その話すある意味素地があるから、その話しやすいっていうことですね。ああ確かに。それは参加者のメリットとしてかなり重要なポイントとしてありそうですよね。ここでのも重要なポイントは何かしました。全部あのメリット、あの参加者のメリットが。一番大きな学習の効果の話が上がってて、はいはい、具体的に言うとこう。 録画で繰り返し学べますとか、他拠点からこういろんな人が参加できるので、いろんなその視点で物事をこうしっかりとできますとか、あとはリアルで会えない人でもこうしっかり会えたりとか、まあ、いわゆる出会いの場をこうしっかりできるとかっていうところで、こう普段こういうオフラインの場、えー、っと,ところじゃなくて、しっかりここで学ぶことで、まあ、それだけ違った視点で学習できる。 ま、学習効果が高いっていう話がありま。ああ、ありがとうございます。ありがとうございます。あの、話をまとめて、そうですね、してくださって。あの、私も実際、そう思ってまして。やはり、まあ、それが、まあ、そもそも、これができたきっかけでもあるんですが。やはり、オンラインでも、共同学習。 しした方がいいだろうと思ってましてまなぜかというとそもそも共同学習の効果って、まあ、先ほどもお伝えしましたが実は100年ぐらいの積み重ねがあってですね、まあ、どんな教科であってもどんな科目であってもどんな年齢であっても実はあの1人で学ぶより競争的に学ぶより共同で学んだ方がいいっていうのが研究として出てるんですね。 そう考えると、やはりオンラインでもそういうものを導入した方が学習効果が高まるだろうというのは、まあ、容易に想像できてですね、なので、はい、まさにそこのメリットも非常に重要なポイントかと思います。あのもしメリットで、参加者のメリットでこれを伝えておきたいというのがあれば、ぜひ共有したいですが、よろしいですかね。あ,あ,ありがととうございいいますす、はい、近しいんですけどもランズ もうあズームもできるってことだったんですけど、グルあの最初にばっと集まった後にグループワークができる構造になってるのが非常にやりやすいなっていうところが、うちのンとしてあり,ましありがとうございます。やはり全体で集まる場所とグループというもので、まあ、あの分かれていた方が、やはり分かりやすいですよね、まあ、だから多分すっと入れるかなと思って、私もああいう責任してたりするんですが、あのそういった意味でも、システムの設計っていうのも実は、システムとしては重要になってくるというところ。 でそれがあると参加者はスッと、えー、ワークショップに入れるのかなと思ったりはしていますということですねありがとうございますそれでは参加者のデメリット参加者のデメリット参加者のデメリットはですねまああのー、空気が読みにくいとあ,<ー>あの現場に現場にいたらここから下も見えて手振り身振りっていうのがわかると思うんですけど顔しか見えないのであのー、まあその部分もあるのかもしれないですけど空気が読みにくいのがまあ まあデメリットかなというふうな、まあ、メリットでもある分メリットもあるんです。メリットはですね、えっ、ー、と、汚くという部分が担保されるそれは実際ある程度あると思うんですよね。はい、その見えないから少し空きけつけに言えるというところも、なきにしもあらずだと思います。でもやはりそれにはデメリットがあって、まあ、おっしゃってくださった通り、ニュアンスが少し伝わりにくいというところが、はい、ありがとうございます。あり,ます、ね、ありがとうございますすそれでではデメリットデメメリリッットトか,がですか うんはい、参加者の,加者ので、意見がたくさん出て、そしてあのそれをお互いにあの知ったりできる、そしてチャット機能もというのはいいんですけれども、その後あのリアルであれば、もう一回まとめでポスターツアーまで行けるというかそのあのあの、発表するところまで行けるんですが、それができない部分、それをなんかこう、視野の方法というか、そういった方法に工夫ができれば、もっといいじゃないかということです。ありがとう あの今はシステム的な問題もあり基本的に例えば私と栗田先生で皆さんが書いているドキュメントをバーッと見てですね実は見られるので見てそこで書かれている内容を元に私たちが解釈して話すということはしてるんですがそういった意味では直接今聞けてはいないのであのそこはある意味デメリットになりますよね。本当はそういううういいい意図じゃなかかかっったたたののににですすととともう少ししこここ補足ろがあると思います あのそこは実はもしかすると技術的にあの解決することもできる可能性があって例えばメイン画面で特定の人につなげる通話をつなげるということをするとそこに関してはもしかしたらある程度解消できるかなとも思ったりするんですねなのでここオンラインワークショップって本当に難しいと言いますかあのやれることが技術力によっても変わりますしあのそこが私としてはまず難しいなと思います そのそうですね、なので対応策を考えるというのも非常に大事に実はなってくるというところはありますね。でもあ今回なぜ Zoom とラン n w i t h を両方使ってもらったかというと今あのお伝えした通りラン n w i t h はまだあの使っていただく段階にないんです,、ね、ですが Zoom に関しては今もう完全に使える状態になっているので、まあ、そういったものも体験していただきたいなと思って使っていただきました。 そういう場合ですと、やはり Zoom って何ができるかということにはなってしまうので、そこで頑張って Zoom の制約の中でどう対応策を考えていけばいいかというような考え方に切り替えないといけなかったりするんですが、なのでそういった意味でも技術的な問題はあったりしますね。ありがとうございます。それでは、えーそうですね、提供者のメリットは えっと提供者のメリットとしては、えっと情報をえっといろんな種類の情報をすぐにえっと提供することができる。ありがとうございます。そうですね。いろいろな例えばどういう情報ですか。えっとテキストだけでなく、えー、イラストや動画、場合によってはえっとスプレッドシートやえっとまあエクセルみたいなものから。 あとは、えーと、アンケート、グーグルアンケートのようなフォーマットまでいろんなフォーマットをすぐに出せて、またそのフィードバックもすごく早い。あ,ありがとうございます。あの例えば、私が作っているそのオンラインアンケートというものは、まあ、リアルタイムに皆さんに質問して、ですぐにまあ送ってもらえれば集計ができるんですね。そうすると、皆さんがどう考えていたのかというのが瞬時に分かったりします。そうすると、皆さんに対してフィードバックできますし、そういった意味ではあのいいところはありますね。 であと実際にエクセルのシートをある意味、Google ドキュメントのところに置いておいてですねあの以前、あの授業設計してくださいというワークショップもしましたエクセルをあそこのドキュメントの部分をエクセルのようなものにすれば実は授業設計もオンラインワークショップでできてしまうんですねでそれでそれぞれで共有し合うということもできるのであのそうなんです本当に多様な情報を与えることでいろいろとできるというところはメリットとしてありますね。そろそろろ提供者のデメリットについて じゃあぜひぜひ <laughs> えと、提供者のデメリット、えー、と運,営運営するのにあのスキルが、いろんなスキルがいるんじゃないかなと。 IT スキルもそうですしその実際のオンライン講座の運営にするののスキルですねファシリテーションのスキルとかそういうのがどこからどのように身につければいいんだろうというのがあありますすな <laughs> なるほどうそんですよねそのスキル非常に重要でして、まあ、特にまあ私が今作っているシステムに関しては私しか今 <laughs> 基本的にあの動かせないというところとズームも意外と大変なんですね。 ズーム自身もその皆さんをそれぞれのグループに割り当てたりですとか割り当てた後に、そに皆さんにテキストで指示出しをするじゃないですかそういったものも気を使いながらやらなきゃいけないですしあと途中で人が入ってくるとその人を対応するためにまた操作してというようなことがあるのでおっしゃる通りやはり参加する側よりもまああの先ほどもお伝えしましたが確実に提供者側の方がスキル求められますね。そのスキルをどう 向上させるかというのは <laughs> ま,あまた次の課題になっていくのかなという <laughs> ところですかね。いかがですか他になんかこれは伝えておきたいというものがあればぜひ共有したいですがよろしいですかよろしいですかあのー、もう今皆さん見ていただいた通りさまざまな <laughs> ポイントがあるんですね。なので、あのー、本当に考えなきゃいけないところが私実際やってみても多いなと思いました。であのー、そこで まああのおすすめする方法としては例えば、もう技術はこれに決めてしまうということ例えば、ズームを使うと決めたら、まあ、先ほどもお伝えしましたがズームのメリットは例えば皆さんの顔が映るというところでそれを最大限生かすですとかあともしデメリットとして何かあればあの対応策を考える例えば、ズームで私が感じた最も私としては足りないなと思った部分は各グループで何やっているか分からないんですね。 なので、私は Google ドキュメントを使って、皆さんにここに書いてくださいというお願いをして、その皆さんが書いている内容を見てあ、ある程度、グループで何やってるかをっていうのを把握できると。オンラインワークショップで、またあでもちょっと出てくるんですけど、やはり気になるのは、皆さんの進捗が把握しにくいというところなんですね。Zoom はそこが少し痛いなと思ってはいます。なので、それに対する対応策を考える必要はあるとで私なりの対応策はドキュメントを共有すること。 ではありましたということで、まあ、その場その場に合わせてですね、その必要な対応策というのを考えていくっていうのが、オンラインワークショップでは求められるのかなというふうに思います。あの私が考えるメリット、デメリットもですね、簡単に共有しておく、これはあの共有します。<laughs> これは共有します。のであの、聞いていただければと思うんですが、参加者側のメリットはですね、あの実際に声としてあったんですが、あの個人作業に集中しやすいと。 あの特に、まあ、ランウィズですと、音声切ってしまえば本当に一人の空間になるんですね。やはり何の雑音もない状態の方が集中できるという話もあって、あのそういった集中しやすいというのは一つあるのかなと思いますで。まだまだ研究が足りないので、今後こういうところを研究していこうかなとは思ってるんですが、そういうい集中度の差はあるのかなと。あと、あの当たり前でまあ出てこなかったですけど、移動時間ゼロですよね。やはり、まあ、やはりここはオンラインの強み。どこでも でいつでもではないんですよね。同期的に行われるので、いつでもではないんですが、どこでも受けられるというのがポイントです,そうです、ねでえー。提供者側のメリットはね、あ <laughs> っていうのはね、というと、だいぶフレンドリーになっちゃいましたが <laughs>、提供者側のメリットとしては、ですねあの資料印刷の必要ないんですよあの。意外と重要です。意外と大変なんですよ、資料印刷って。あのこれないのは嬉しいですね。コストもかからないですしであと あの少しそちらの班でしたが、ね、出てたんですが、まあ、移動時間ゼロであり実施しやすくですねあとあの資料作成をぎりぎりまで粘れるんです。<laughs> というのも地味に重要ですしあと会場の手配をすする必要がないんですね意外とワークショップをする時って場所って大事なんですよ。 ここ自体も本当はその事務の方が申請してくださってで許可が出てようやく使えてさらにお金も払うというようないろいろな手続きがあるんですがオンラインであればその場があれば基本的にシステムさえあれば作ってしまえるのでそれはやはり重要なところかなとであの私ずっと自宅から <laughs> 配信してましたけどどこからでも提供できるというところはメリットになるかなとあどうぞどうぞはい とえー、と資料印刷に関しても私もすごいあのペーパーレス好きなんでだったんですけど逆にそれを大学でやってて、えー、と学生の満足度が下がったなっていう印象があったりあと復習をするのも、えー、と紙配っとけばそれで見ればやってくれた子がいちいちそのウェブでアクセスしなきゃいけないってなった瞬間にあの復習率が落ちたなっていう印象があってデメリットもあありりまましたありがとうございますあのそこはでも重要なポイントはそれリアルの場ですよね。 そこ,そこ結構重要でして多分リアルの場だとオンラインにあるとひと手間かかるじゃないですかでもオンラインだとオンラインにあるのでそこまでの抵抗はないかなとは思いましたあの実際リアルだと私自身も手紙欲しいよと、まあ、こういうこういう差し欲しいよと思いますがオンラインだとそこのハードルが意外と下がるかなとも思いましたなのでそういった意味で,で必要であればその方が印刷すればいいので だそこはその人のニーズに合わせられ,るられますし、コストを分散できるという意味では、私としてはメリットかなとも思っています。でも、おっしゃる通り、そり、やはり紙媒体がいいという方にとっては、まあ、少し難しい部分もあるかもしれないですね。でデメリットですねあの。一番重要なのが情報リテラシーだなと思っていてあの、特に思うのは、やはり私ですね、実際に皆さんの顔がほとんど見えないんですよ。だそうすると あと、まあ、で苦悩も出てくるんですがあのす私も皆さんに伝わっているのかなということが不安ですしあと、まあ、ようやく緊急掲示板をつけたのでここが分からないというのが分かったんですけど非常に丁寧な示出しが私としては重要だなと思いましたどういうことかと言いますとあのランウィズには1人目、2人目、3人目という枠がありますよねあれもともとなかったんですよで。グループの中で決めてください っって言ったんですがそうするとまず誰が司会になるのか誰が書記になるのかという意外とちっちゃなところなんですが意外とオンラインだから重要なところ空気が少し読めないのであの誰がイニシアチブを取るか誰が主導権を取るかがちょっと探り探りになっちゃうんですよね。といったところですごく丁寧な指示出しが必要だなと感じました。 なので実は細かいんですがあれ1人目2人目3人目っていうのは実はかなりあれ重要な情報でしてあれをやってからほとんど何をすればいいですかどこに書けばいいですかっていう質問はなくなりましたこれまでなかったんですけどそういった丁寧な指示出しあと丁寧な設計をしてあげるとあのそういったものが改善されますでも例えばそのここの操作がわからないということに関してはやはり対応しなきゃいけないんですけど 提供者の側のデメリット特に私が <laughs> あの思うところなのであの全員の顔がやはり見られないですね、ラウィズに関しては。そうすると,まあと共感ボタンですとかあと掲示板を設置することによって疑似的にも皆さんの反応をま取るみたいな仕組みは必要だなと思いました。そこであとですね意外と配信用 PC にスペックが求められます。そそもそもも通信料も必要なんですね 皆さんえっと、例えば栗田先生とズームをしながら動画をアップロードしないといけないんですよ。そうすると通信量ある程度食うんですねで。かつ処理もしないといけないので、そういった意味では PC のスペックが求められるので、ある程度高スペックの PC が必要だと。あのこれ一度あって怖かったんですけど、PC がフリーズすると当たり前なんですけど、配信できなくなるわけですよ。<laughs> あの以前あの、それに参加された方もいらっしゃるんですけど。あの 当たり前なんですけど再起動しておくですとか <laughs> こういったところが意外とでできるだけ他のプログラムの起動を抑えるですとかこういったところも非常に重要になってきますということですなのでこういったですねものもあったりしますとあどうぞどうぞ、はい、触れてなかったかもしれない共感ボタンの設置っていうのは、えー、といあのそれはデメリットではなくメリットかなと思うんですけど。 う嬉しい、悲しいとかっていうのをあんまりこう伝えるのが苦手な人にとってはボタン1つで嬉しいとか悲しいとかが分かるのは、えっと、これは先生だけじゃなく参加者のメリットにもなるのかなとあともう1個あ共感ボタンだけじゃなくてもっとそのエモーショナルなアイコンを増やしてもいいんじゃないかなっていうのは参加者として思いましたあっ、ライクだけじゃなくてラブもあってもいいだろうし。うん ないなもありです。<laughs> ありがとうございます。あのすみませんここに関してはこれがデメリットでこれが対応策です。<あ>はいすみません, <laughs>、うん。確かにこれでもあの思いを伝えられるという意味でメリットにもなり得ますね。ということで、はいありがとうございます。そうですね。いやもうおっしゃる通りかなというところで、あと提供者の苦悩としてですね。<laughs> あれその皆さんは聞いていると思いますがあ、まあ、最近は栗田先生と一緒に配信するようになったので少しそこの,あの苦悩は軽減されたんですが前は1人で提供してたんですねそうすると1人で PC に向かってはい皆さんこんにちはって <laughs> <laughs> もう外から見たら相当怪しい人なんですけど <laughs> ということをしないといけないわけですよそうするとかなり孤独,孤独ですかつ一人語りなのでかつ少しラグがあるんですね動画。 10秒ぐらい実はあるんですがそこで,です、ね、あの皆さん分かっているかなということでかなり慎重になりますであと実は裏ではです、ね、ワークショップ進行しながらも非常に複数のウィンドウが、あのー、操作されてたりですとかあとワークショップを進行しながら質問に答えなければいけないというところで経験かつあとこれは人も必要ですねそういった意味ではというような苦悩もあるということですね で実際にですねあのこ,こ,ここをちょっと今回は厚くやったので、まあ、最後のワークは少しライトにしようかなと思っているんですがあのここまでがそのメリットデメリットに関する話なんですがなんかここで質問あればぜひしていただければははい、はいいぜひありがとうございます,、えーとですね、あのオンラインワークショップに限あの特化した話ではないんですけど実際にあの授業とかやってるとこう集まってもらえるじゃないですか場所に。 でその上で、その会場でオンラインワークショップをやるっていう意味はあるんだろうかなと思うんですけれど、何か思い当たる節ってありますか、その要は実際に体を来てるけれど、そこでわざわざみんなで画面を見て、なんか共有して、なんかオンラインのようなワークショップをやるという。どうですかね、あのー、基本的にはあまりメリットが見えないかなとは思いました。ででもあのをうううままく使とという点ではいい点はかなと思ってましてし 例えばグループ作業するときにみんなさんが PC 持っているなら Google ドキュメントを共有してそれぞれが記述するということをすればあのうまくその情報共有ができるようになるのでなのである一部分はリアルでも活用できるかなとは思いますう実際例えばリアルに集まってランウィズは ナンセンセスかなって <laughs> 目の前にいるじゃないかと <laughs> いうことになるのであのそこはは必要なないいかなとは思いますリアルでズームも意味ないですし <laughs> なんでズームしてるのって <laughs> 逆になんでみんながパソコンの画面見てるんだって話になってしまうのであの基本的にはあのうまく ICT を取り入れることはできると思いますが基本的にはあはいはいはいえっといアインスはい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 ははい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 は とか PC とか活用したことがあって、まあ、Google アンケートなんですけど、要はあの、リアルタイムに、えー、とその学生の理解力を分かって、まあ、あのその進行をちょっと適宜変えたりとか、あとは分かる学生も、一応ああ、正解の学生も分かるので、その子にまあ説明をさせたりとかするのも結構自由にできるのが、まあ、よかったと思います実際にそうですね、ICT をうまくやはり授業に入れるというのもポイントにはなります。 まあちょっとオンラインワークショップと話が変わってきてはしまうんですが、ああ例えばスマホでクリッカーのようなものは今アプリであるので、クリッカーってその匿名で実際に回答できるようなシステムですね。それがあれば、皆さんこの選択肢の中で何がいいと思いますかっていうので押してもらったらすぐ集計されるというようなメリットはありますね。なのでやはりリアルでも ICT をうまく使えば、それはうまい授業設計はできるというのは確かなと思います。よろしいでしょうか。よろしいでしょうか。他にありますか 多分こリアルの場で集まるのはこういうざっくばらんな質問をですねいろいろと回収できることかなと思ってましてよろしいですかね、よろしいですか最後、少しあの時間はないのであの違うまとめに入ろうと思うんですがだからこれまでにいろいろとメリット、デメリットを考えていただいたと思うんですねでそこで皆さんにはですねやはりリアルで何ができるのかで逆にオンラインだからこそできることということをもう一度ちょっと振り返ってほしいなと。 思いましてこれまでいろいろなデメリットメリットありましたが皆さんだったら例えばこれを踏まえた上でリアルだけでいいかなという結論を出してもいいですし実際にオンラインとリアルをこう組み合わせたらいいかもしれないという結論でもいいですしオンラインだけでもいろいろできるかもしれないという結論でもいいですしちょっと皆さんの中で少しそういったリアルでできることもしくはオンラインでできることということをですねこれまでのディスカッションを踏まえて考えていただければなと思います。 よろしいですか少し紙でも、紙といいますか、スライドでも書いておきます。その実際にリアルでできること、まあ、オンラインだからこそできることということですね、踏まえた上で、これまでのディスカッションの振り返りをしていただければと思います。まずはお一人で考えていただければなと思いますが、よろしいですか。リアルだからこそできること、オンラインだからこそできること、で、それのブレンドはあるのかというところですね。というのをぜひ、 お一人で書き出していただければと思います。よろしいでしょうかよろしいでしょうかではお願いします。途中でも構わないのでですね グループの中でまたシェアしていただけま,すかまたあの最初の方、えー、と最初に自己紹介を始めた方から時計回りでお願いしたいと思いますよろしいですかだいたい時間は5分ほど取りたいと思います、まあ、振り返りかつですね、まあ、こういった内容をシェアしていただければと思いますでは、えー、考えた内容をシェアお願いします先ほどども申した通りなんですけど 英語教育というものが多くてオンだけでもちょっとなんていうとコントロに来てどっちもこういう同時な感じに学できる方が一番基礎的な気持ちのいい形になるんじゃないかな美味しいところでそろそろ全体共有に入ろうかなと思いますがせっかくですのでぜひ話した内容を共有したいというところがあればありがとうございますありがとうございますではよろしくお願いします 私からアイデア1点出したんですけど自分がやってみたいのがオンラインワークショップのデザイン講座まさに今やってるのに近いんですけどオンラインワークショップに特化したあとそのかと,とファシリテーションとか、まあ、さっき細かなチップスとかおっしゃってましたけどあとそのそれを模擬事業してもらってまああの 近いですけど模擬事業をしてもらってフィードバックするんですけど、そのフィードバックについてはやっぱりリアルの方がいいんじゃないかっていう意見が大勢で、それはなぜかというと、やっぱこう、共感とかね、感情的なものってやっぱデ,デジタルだと伝わりにくかったりとか、共有しにくいんだけど、やっぱ飲み会みたいなざっくばらんな席でフィードバックするっていうのをつけると、さらにいいんじゃないかっていう、ご意見をいただきました。 模擬授業の検討はリアルでいいんじゃないかということですね。あのやはり模擬授業のあの難しいオンラインでやるところの難しいところはファシリテーションがうまくじ再現できないんですよね。だからそれはやはり限界だなと思ってまして、いや本当におっしゃる通りかなと思いますが、もう一晩ほどせっかくなのでいかがですか。あありがとうございます。ありがとうございます。 リアルでできることとオンラインだからこそできることということで、えー、まあ考えてみて、まずリアルの方なんですけれど、まあ、情報が伝わりやすいというところですね、まあ、言われた部分の逆,逆ですよね、結局あのおあと、オンラインとリアルは、 あの逆の関係にあるんじゃないかというふうなところもちょっとあるんですよね。それは面白い発見ですね。まあ、確かに言われれば、はい、先ほど私が伝えた、オンラインだと伝わりにくいんですよ、はい、ということは、逆に言えば、リアルなな伝わりやすいいでしょうるほど,なるほどそれと、まああのー、全体像というところで、まあ、事,事実誤認が少なくなると。例えば、Google、えー、のドキュメントを見て、こういうことが書いてあるんだろうなということで解釈してるけれども、それで実際説明をして、 あのズームとかだったらもう顔だけしか映らないんでなんかちょっと違うと思って少しこう首を傾けとるような感じでも、まあ、その人はたまたま首を傾けとるような感じなのかなっていううに見えるかもしれないですけれど実際にリアルであって全体像を見ると腕組んで傾けとったらこれはもう完全に違うんやろうなっていう風と、ね、<laughs> 気づいてあれ違う私の説明間違ってますかねっていうことで聞き返したりすることができるっていうのはこれはリアルの良さかなっていう風に思うんですよね。で、まあ あと,あとはあと、授業時間が遵守できる、これが指示が通りにくいの、ま、た裏返しなんですよ。指示が通りにくいの裏返しで、結局はそのなかなかあのなあの分科会っていうか、あれがな、ブレイクアウトセッションだったんですかね、あの機能、ズームの場合のそれを使ったときに、テキストでそろそろ上に戻ってきてくださいっていうことで実際やられてありますけれどなかなか戻ってこない人もいますし、そういうふうなところもあって、あの伸びてしまうっていう,うなところもありますし。 あとは普通の今までの小中高、まあ、大学もそうなんですけれど、だい,たいそのチャイムが鳴りますので、そこに間に合わせるようにして授業を終わらせようとするので、どこか途中で例えば4つ、今半あって、3つぐらいもうできてて、1つぐらい話してても、もうそろそろいいですかねっていうふうなことはやっぱり言えるのかなっていうふうに思うというようなところは、まあ、リアルなメリット、で最後オン,ラインがオンラインのメリットは、完全にあの学習ログが取れる。それはははでででかいです、はい、これはリアルでは無理 内的なななとととこころろんで、はい、学習ログがが取れるののプラスかなって思いいますいやありがとうございますいや最後のところは私も思っているところで、グーグルドキュメントでやはり皆さんが考えてくださったことが残るんですね、であの模擬授業の検討をしたんですが、その模擬授業の、まあ、検討された人にとっては、まあ、ある意味宝物になるわけですよ、もう本当にいろんな方の意見があの入っているのであ、こんなところ良くて、こんなところだめだったんだっていう気づきにもつながるんですね。 確かにリアルであの書くこともできるんですが意外とですねあの書かないんですよ皆さん <laughs> 対面だからこそ逆にそれこそ少し遠慮してしまうといいますかというようなところもあるんですがやはりああいった考えが全て残るかつデータとして共有できるというのはやはり強みになるかなとも思いましたいやありがとうございますで実はもう90分 <laughs> 経ってしまっていたということであの次はですね50分からな なのでせっかくなのでほ、まあ、他の方々がどういうメリットデメリットを、まあ、書いたのかもぜひ見ていただければと思うんですがあとリアルだとこういうものに直接貼ったりですとかすみません今回ポスターツアーしなかったですがあの体が実際にアクティブになって脳もアクティブになるというようなことが実現できますよねやはりリアルだとそういったところもポイントになるかなということで。 えー、そうですねまあ時間にもなってますしここで一旦、えー、このセッションは終わりにしたいと思います。ということで、えー、本当にありがとうございました。